マット・ジャクソンはイギリスのレーシングドライバー。現在はイギリスツーリングカー選手権にモーターベース、パフォーマンスから参加している。最高位は2008年のランキング2位で、2016年シーズンは2位のサム・トードフから14ポイント差の3位となった。オールトンパークでジャクソンがドライブするセアと2006年のセアトクプラ選手権。ジャクソンは10代の頃からカートを始め、 2000年には、ルノークリオカップに参戦、ランキング4位となった。2001年には、イギリスツーリングカー選手権のプロダクションクラスに参戦、グレーンチームのフォードフォーカスをドライブし、ランキング4位となる。その後は、資金調達に苦労し、レース界での活動を縮小したが、2005年に、家族運営のチームで、セアトクプラ選手権に参戦する。同選手権では8勝を挙げ、 8度のボールポジションと8回のファステストラップを記録、ランキング2位となった。セアとは BTCC のドライバーとして彼の起用を考えたが、2006年もクプラ選手権に参戦、開幕戦から2連勝してシーズンをリードし、第12戦までに9勝を挙げその強さを発揮、シーズンタイトルを獲得した。ジャクソンズ M スポーツ2007年の イギリスツーリングカー選手権でジャクソンは実力を発揮し、オールトンパークでの第3レースで優勝するまでに多くの表彰台を獲得した。スラックストンでは不運にもクラッシュとエンジン部長のためノーポイントに終わる。ホーム戦となったドニントンでは第1レースで4番手からスタート何週かをリードしたが、後輪駆動の BMW はウェットコンディションにマッチせず、回に沈んだ。 ブランズハッチ第2ラウンドでは最初のターンで外側から追い抜きを仕掛けたがスピン11台の多重事故を引き起こしドライバー2名が病院送りとなった最終ラウンドのスラクストンでは自らのペースを維持し第3レースで優勝を遂げた誰もがファブリツヨ・ジョナバルディとジェイソン・プラトのタイトル争いに集中していたがジャクソンはスタートでトム・コロネルのインをついたその後は チームラックのコリン・ターキントンを抑え、自身2度目の優勝を果たし、ランキングで7位となった。2008年も前年と同じ体制でシリーズに臨んだ。開幕戦のブランズハッチでジャクソンはポールポジションからスタートし、レースの3、4以上をリードしたが、終盤に雨のためグリップを失い、ゴール直前にジョナバルディに交わされ2位となった。第2レースでは4位を争い。 第3レースではターキントンの b m w 3 2 4に次いで2位に入った。ジャクソンがドライブする b m w 3 2 4 2 0 0 7年シーズンのスネッタートンでロッキンガムでは第1レースを6位で終えた。第2レースではコースタートを切りダレンターナーとジョナバルリのミスに乗じてすぐにリードを取り自身3度目の勝利を挙げた。雨で遅れた第3レースでは 後輪駆動の BMW がスリップするにもかかわらず、ジャクソンはターキントンの後に月2位を走行していた。すべてがうまくいき、ジャクソンはターキントンを外側から抜こうとしたが、グラベルに押し出され、リタイアとなった。その結果、チャンピオンシップをリードするチャンスを失った。ドニントンパークでは、第1レースで予選14位となり、決勝では5位まで浮上したが、トム・チルトンと接触し、 リタイアとなった。第3レースでは8位に入り、このラウンドでの初のポイントを獲得した。クロフトでは予選7位となる。第1レースは悪天候の中行われ、雨のためコースには川や水たまりが現れていた。スタートからジャクソンはリードしたが、ステファン・ジェリーとアラン・テイラーの事故でマーシャルが負傷し、赤旗中断となった。レースは再スタートしたが、 天候は悪化していった。ジャクソンは2番手から再スタートしたが、最初のコーナーでリードを取る。これは、彼が危険なタワーコーナーに最初に侵入することを意味した。結果彼はブレーキがロックし、コースを直進してしまう。彼のマシンはグラベルにコースアウトしたが、かろうじてコースに復帰、18位となった。そのジュニーのまま再び赤旗が振られ、 レースは悪天候のため中止となった。2008年シーズン、ジャクソンはランキング2位となり、1位のジョナバルディとは36ポイント差であった。RML ジャクソンがドライブするボレー、2009年シーズンのロッキンガムモータースピードウェイ、スタート前。ジャクソンのチームからは、主要スポンサーが手を引き、2009年シーズンに参戦、するための資金の目途は立たなかった。 ジャクソンは2009年のエントリーリストに乗っておらず、行く末は不透明であったが、RML が第2ラウンドスラクストンで彼を起用した。この第3レースで彼は優勝する。その後、第3ラウンドのドニントンから、RML がサポートするシルバーラインレーシングで、ジェイソン・プラトのチームメイトとなった。シーズン前半は苦戦したが、 第7ラウンドノックヒルから8戦連続表彰台を達成し、その中にはノックヒルでの勝利とシルバーストーンでのポールポジションも含まれた。ジャクソンは2009年シーズンランキング5位に入った。モーターベースパフォーマンスジャクソンがドライブするフォードフォーカス2012年シーズンのスラックストーンで、2010年シーズンジャクソンはエアウェーブス BMW と契約を結んだ。 第3ラウンドのブランズハッチ第3レースで優勝し、シーズン全体では6度の表彰台を記録、チームメイトのスティーブン・テインから14ポイント差の155ポイントで、ランキング7位となった。2011年シーズンは、エアウェーブスレーシングに止まった。チームは BMW に変えて、フォードフォーカス ST を採用し、彼とルーキーのチームメイト、リアム・グリフィンを起用した。チームはマシンを、 チーム A オンから購入、これは A オンのマシンと同じく NGTC エンジンを搭載した。このシーズン、彼は再びフロントランナーに復帰し、ゴードン・シェデン、マット・ニールとタイトルを争った。ドニントン、オールトン・パーク、クロフト、スネッター・トンと4勝を挙げたが、スネッター・トン以降の成績は振るわず、結局ランキング4位でシーズンを終えた。2012年、チームは、 レッドストーンレーシングと解明した。ジャクソンはドニントンの第1レースで優勝、第3レースも優勝したがターボブーストが規定を超えたため失格となった。オールトンパークでは第2レースでロブ・コラードと接触、共にパンクし、リタイアとなった。第3レースではダニエル・ウェルチをスピン、リタイアさせ、この2つの件で彼はペナルティを受けることとなった。 スネッタートンから新型のフォードフォーカス ST マーク3に乗り換え、シルバーストーンでは17位からスタート優勝を遂げた。翌2013年は NGTC フォードフォーカス ST でシーズンを通して戦った。ジャクソンは BBC のトップギアに3回出演している。最初はシリーズ10のエピソード6でモーターホームでレースを行っている。2度目は シリーズ14のエピソード4で航空機用のトーイングトラクターでレースを行った。3度目はシリーズ20のエピソード2でタクシーのレースでトヨタハイエースをドライブした。彼はマクラーレンオートモーティブのテストドライバーでもあり、マクラーレン MP4 から 12C の開発を担当した。ふとじはポールポジション車体は ファステストラップインは最低1ラップをリードしたドライバー現在進行中。ありがとうございます。